ブレードランナー2049年ネタブレリビューです。前回のブレードランナーの大きなテーマが死、人間の死だとすると、今回は愛でした。そして前回が SF 的フィルムノワールだとすると、今回は SF 的文芸大作でした。前作も劇場公開時興行成績は良くなかったんですけれども、今回もあまり振るってないようです。今日はですね、まず第一にビジュアル、ブレードランナーは何と言ってもビジュアルに特徴がありますから、それに軽く触れて、それから私の疑問点ですね、この映画を見た時の疑問点3つあるんですけれども、それを私なりに解読していきたいと思います。まず第一にラブ、怖いレプリカントがなぜラブ、愛と名付けられているのか。で、二つ目がラストシーンですね。私あれ見た時、このラストちょっとまずいんじゃないかと思ったんですけれども、それについて考えてみます。そして三つ目がデカードは人間かレプリカントか。そして最後にですね、この映画の構造、編集、また役者の演技の問題について話したいと思います。今回のブレードランナーも前作みたいにビジュアル的に印象的でした。前作がサイバーパンクなら、今回はヨドレシネマジャクさんが指摘されたようにシュールリアリズムでした。砂漠に埋もれた巨大な顔などサルバドルダリです。しかしシュールリアリズムは輪郭がはっきりしているのですが、映画は印象派がターナーのように夢のような霧がかかっていました。記憶がテーマだからでしょうか。今回も視覚的に息を呑むようなシーンがありました。ジョイやナイトクラブのホログラム、マリリン・モンド、プレスリー、フランク・シナトラ。前作と同じ1950年代です。未来とレトロが共存しているブレードランナーの不思議なノスタルジックな世界です。また自然が美しく愛おしく描かれ印象的でした。ホログラムの草木と虫、砂漠の蜂。全体的に画面の動きはゆっくりで静止画像のようでした。ビル・ヌーブ監督の前作メッセージでもゆっくりでした。レドリー・スコット監督は正反対です。映画を撮る前、コマーシャルを撮っていたので、カメラワークに動きがあります。退屈な瞬間が一瞬ともありませんでした。レドリー・スコットが2049年を撮っていたら、どんな映画になっていたでしょうか。ダブとジョイが対比して登場します。ジョイはわかるのですが、怖いラブがなぜラブと名付けられたか悩みました。まず AI のジョイは喜びです。 AI も独自の感情や性格が発展するようにプログラムできるんでしょうが、この映画ではそこまでしてないと思います。 K の喜ぶことを言ってあげたりしたりするんですが、ジョイ喜びですから一過性です。一方ラブの方は愛ですから複雑です。このバージョンのレプリカントは人間に従順なように作られていたのですが、アンドドールはオーガニックなので自己進化したのか、ケイやラブを見る限り感情があります。愛を求めます。ラブは涙を流します。ワレスの一番のエンジェルになりたくて必死です。まるで父親の承認を求めている子供のようです。レプリカンとケイもジョイを愛しているし、父親母親を求めています。それで巨大なジョイの宣伝を見て傷つくところは胸が痛みました。一過性の喜びと違って愛は複雑です。デッカードはストレンジャー、赤の他人になるのも親の愛だと言います。デッカードは追われているので子供を隠したいのですが、このセリフは親の愛の真実を語っています。手放すのは辛いですが、子供を独立させるのが本当の親の愛です。K はデカードを殺すように迫られます。しかしデカードを殺さず娘のところに連れて行きます。これってちょっとまずいじゃないかと私は思ったんですけどね。
デッカードが生きてるのはいずれ分かると思うんですよ。あのベルトが外れてるわけですから。そしたらデッカードが捕まったら娘の居場所が分かっちゃうわけですよね。このラストの辻褄が合うように私なりに K の心の動きを推測してみます。ちょいの宣伝を K が見ているところに戻ります。 K の内なる声、僕がジョーでデッカードにレイチェル、チェ夢だったのか、ジョイもまやかし、僕もまやかし、寂しい、もう無性に寂しい、虚しい、愛は夢だった、同胞のために死のうか、結局それが一番人間らしい崇高な恋なのか。しかしデッカードを殺さない、自分もデッカードにいたわられる絆ができていたのです。それで娘のところに連れて行きます。そして K はやっぱり死ぬんでしょうか。前作でロイが死ぬ前に手がしびれるので死を暗示しているのでしょう。 K は手のひらにかかる雪を見てから横たわります。カメラがそのまま別の手に移動します。ラボで娘のアナがやはり手のひらにかかる雪を見ています。そしてアナの手がデッカードの手と重なります。美しいイメージです。デッカードが人間かデプリカンとか結局わかりません。それがヴィルヌーヴ監督の意図したところと思います。まああのデッカードが人間かレプリカンとかそれほど重要じゃないんですよね。レプリカンというのは人間のメタフォー、比喩であるわけです。まあデッカードがどっちか分かんないのがブレードランナーというとこです。まずこの映画はペーシングに問題がありました。前半の部分がゆっくりすぎて後半が駆け足でしたよね。あの まずね、あの K がレプリカントの子供であったんじゃないかと早い段階で推測がつくので、あの探索の過程はもうちょっと縮めてもよかったと思います。それとあの映画にはターニングポイントというのがあります。映画の大体3分の2ぐらいでターニングポイントに行くとそれ前の流れが変わるんですね。起承転結の天に当たる部分です。この映画のターニングポイントはレイチェルの子供が女の子だった、 K がどうも子供でないらしいっていうのが分かるところですね。でその後ケツクライマックスの海でのシーンに行くまでがちょっと短すぎて、あの説明不足というか K の動機づけが分かりにくくなっています。ヴィルヌーヴ監督は前作のメッセージでも同じことをしています。あの映画のターニングポイントはエイミー・アダムスが見てたビジョンが将来のビジョンだっていうのが分かるんですけれども、その後なんか パニックシーンがあの続いて彼女がそれを内面的にどう受け入れたか説明がないので、ちょっと最後が唐突な感じがしました。どちらの映画もターニングポイントが後ろにありすぎて、起承転結の点の部分が十分展開していません。俳優の演技ですけれども、これが文芸作品だとすると、ちょっと力不足でした。レプリカンとケインの役は、あの感情を出さない役ですからポーカーフェイスのライアン・ゴスリングを起用したのは分かるんですが、あの父親との対面シーンなどもうちょっと物足りなかったですね。でそれとあの上司が K の上司がセクハラ絡みであの試すシーンがあるんですけれども、あれはあのすごいシーンになり得たんですよ。メリル・ストリープなんかが演じるとね、あの彼女の好奇心、欲望、失望、安堵、寂しさ、諦めなんか表現できたと思うんですよね。でそれとワレスですけれども、あの義眼で人間でもないレプリカンでもないっていうね、まああの前のブレードランナーへのオマージュもあるんですけれども、あの目の演技ができない分もうちょっと声に特徴をもっと怖さを出してほしかったですよね。ダース・ベイダーみたいね。でまあ、あのそれとあの生殖のできるレプリカン
にこだわる理由が生産が間に合わないっていうのもちょっとこけました。もうちょっとクレイジーな怖い理由にしてほしかったです。ハリソン・フォードは良かったです。彼が出てくるとがぜん画面に活力が出てきました。まあいろいろ欠点はあることはあるんですけれども、美しい映画でした。そして人間は何をすべきか、愛とは何か考えさせました。そしてKの愛を求める旅に私たちは感動しました。それだけでもすごい映画です。ところで最近ですね、この自己犠牲の映画が多いですよね。ワンダーウーマン、ダンケルク、これはどういうことなんでしょうか。皆様どうお考えになりますか。ご意見をお聞かせください。